おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今回はですね、何をやっていくかといった話なんですが、現在来ているこちらですね、ワールドツアーヨーロッパ、こちらの報酬で手に入るこの星4の選手5人ですね、取った方がいいですか、限界突破した方がいいですかっていうご質問いただきましたので、ちょっとね初心者の方向けにそこら辺話していけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。毎日ねこんな感じでサカツクの動画投稿しております。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。ってことでこの5人の選手なんですけれども、まずですね取る圧倒的なメリットが一つあります。その一つはこの5人さえ揃えておけば、今新しく来たイングランド染めのサイドアタック星4監督シュートバフトリニティライオンハーツを完成させることができるっていうのはめちゃくちゃ大きなメリットです。はい、例えばねインターナショナルカップの目線とかで見たら、インターナショナルカップマスターとかってかなり難易度が高いですし、かつ一つの国籍で一つのフォーメーションコンボを発動させなきゃいけない。その時に今の5人はそのままですねこちらのフォーメーションコンボの中でストライカー、ポストプレイヤー、セントラルミドフィルダー、攻撃サイドバック、ハードマーカーのところに入ってプレスタイルを機能させてくれると、これがすごく大きなメリットです。ただのインターナショナルカップならまだしも、インターナショナルカップマスターぐらいになってあのフォーメーションコンボが発動させるっていうのはめちゃくちゃ大きいです。はい、そこをね、前提として分かっておいていただきたいなと思います。じゃあ普段使いでどうなのっていったところになってくるんですが、まあトリニティライオンハーツ組むのであれば、できればサイドアタックの選手でチーム固めたいし、できれば、イングランド人を多く入れたいと。まあイングランド人1人につき 2% なんですが、仮にねこの5人をそのまま使ったら純粋に、フォーメーションコンボのパワーが 10% プラスされるわけです。特に、ポストプレイヤー、セントラルミッドフィルダー、ハードマーカーね、この3人、ここはなかなかねサイドのそのプレスタすぐに手に入らないんですよね。欲しくなった時になかなかいない部分かなと思います。ストライカーとか攻撃サイドバックってそんなに珍しいプレスタじゃないので全くいないわけじゃないんですけれども、やっぱプレスタ的にはポスト、ハードマーカー、自転セントラルミドフィルダーぐらいは取っておくと安心かなと、全員育てないにしてもね、取って育てるのは、まあ、そこら辺がいいかなと思います。はい、そうだね。あとはですね、まあ、この選手たちのいいところなんですけれども、全員が全員ですね、まあ、当然なんですが、ヨーロッパツアーイベントということでまあまあ優秀なステータスになってるんですよね。ここがすごい魅力だと思います。取ったはいいけどめちゃくちゃ弱いっていうことは全然なくて、例えばこちらポストプレイヤーですね、アンディ・キャロル、特徴は一匹狼とフィジカル、オフェンス能力ショーアッププラスフィジカルショーアップということでかなりバランスがいいです。かつ、シュート高くてトラップキープ、パワーが高いので前線の起点になりますし、何よりねスキルヘディング、特徴ヘディングということで、ヘディングでゴールを決めるっていう選択肢が一つ増えます。この選択肢を増やすっていうことはすごい大切なことで、めちゃくちゃ私はいいと思います。持ってないんだったらね。で、お次カラム・ウィルソン、まあストライカーっていう面ではねなかなか、そんな必須で取りに行かなくてもいい選手ではあるんですが、特徴でフィジカル20丸、これ嬉しいですね。まあ、怪我しにくいはどうでもいいわ。はい、でまあストライカーらしい特徴、まあステータス構成にもなっておりまして、ドリブルシュート自分で持っていけるし、メンタルスタミナフィジカルあるよっていう感じの、まあ星4にしては優秀。ロス・バークリーはですね、セントラルミドフィルダー、アンカーではあるんですが、繊細な足元で攻撃バフ、怪我しやすくなる代わりに怪我しにくいくなってるって、なんかよくわからない、怪我しやすいのかしにくいのかどっちやねんって感じなんですが、シュートパスがすごい高くて、マークもまあまあ高い選手です。アンカーとしてはね、守備力不安があるんですが、トリニティ・ライオンハーツ、セントラルディフェンスミドフィルダー2人置けるので、片方にロス・バークリーを置くんだったら、もう片方結構がっつり守備できる選手を置くとバランス良くなるんじゃないかなと思います。この選手も悪くないよね。これだけ、ビルドアップ、参加できるタイプのアンカーは珍しいです。でダニー・ローズ回復あるので毎試合戦い続けられるし、まあね途中出場は星4選手だとなかなか使う必要ないかなといったような感じは正直します。でステータスもね若干ダニー・ローズは微妙かな、持ってないんだったら取りましょうぐらい。で最後ジョー・ゴメスですね、フィジカル20丸ということでフィジカル中アップ、かつ回復があるのでフルタイムで戦えるしバフもかかってるしっていうような感じです。でジョー・ゴメスは本当にね無駄のないステータスですね。守備もできるし、まあまあいろんなことできるし、
個人的にはやっぱジョー・ゴメスとアンディ・キャロルの2人いいかなと思います。うん、この2人さえ取っておいたらそんなにねトリニティ・ライオンハーツ組むときに困ることはないんじゃないかなといったような感覚です。で、じゃあこの5人取った中でさらにもう1個大きなメリットがあってですね、これはそのやっぱり本当に初心者向けの話と、まあ、初心者とかあと無課金ですね、無課金美課金の方向けの話になってくるんですが、今ですねガチャがいくつか来てて、やっぱりメインはハリー・ケイン、ハリー・マグワイア、またはインモービレ、またはスコールズ、アシュリー・コール、この3択だと思うんですよね、悩んでる方。まあ、そこにグリエズマンも入ってくるかな。でも4択か。はい、中央突破、グリエズマン、カウンター、インモービレ、まあ、イングランドレジェンド、イングランドスパスタフェスって感じだと思うんですが、まあ、おそらくですね、イングランドレジェンドか、イングランドスパスタフェスで悩んでる方多いんじゃないかなと思います。で、このスパスタフェスのメリットって、ケインとマグワイアなんですよね。ダブルハリーなんですよ。で、このダブルハリーさえどうにかなれば、正直私はスコールズのところを取りに行く方がいいと思うんですよね。まあ、この5人、まあ、1人当たり確率 2% 悪くないんですが、やっぱりね、大きな目玉はケインとマグワイアです。他の3人は正直そんな強いわけでもないし、プレスタに必須でもないということで、本当にね、必要度は薄いです。ケイン・マグワイアのためだけのガチャと言っても過言ではないぐらい、このスパスタフェスはその2つのポジションが大きい。特にね、エイブラハムなんて多分使わないですし、イングランド染めとはいえエイブラハム入れるんだったら多分フリット入れる方の方が多いし、まあ、メイソン・マウントもね悪くは決してないんですけれども、いまいちパッとしないよね。 OMF サイドアタックだったら、まあ、そこにスコールズ入れちゃったらそもそもメイソン・マウント意味ないし、でじゃあアンカーにスコールズを置くにしても OMF メイソンマウントしかいないのっていうね、おそらくこれから先またレジェンド来るような気もするんですよね。まだまだいますからね、ジェラードとかランパードとかファーディナンドとかね。ってなったらやっぱミッドフィルダーって結構ファーディナンドセンターバックですけど、イングランドってまあ埋まってるんですよね、これから先って考えた時に、とりあえず今このさっきのチケットでハードマーカーとポストプレイヤーさえ補っちゃえばね、星4で高校の憂いなくスコールズ引きに行けるんですよ。ここがやっぱり一番大きくて、まあ、現状ね最高サイドアタックの選手の中で最高峰ともいえるポール・スコールズ、この選手やっぱりハリー・ケイン、ハリー・マグワイアに比べてこっちの方が強いとかあっちの方が弱いとかって話をするわけじゃないんですが、やはりこの赤い悪魔の縮小っていうキャプテン特徴がありますので、まあ必須ですよね。うん、必須。まあ、ある程度人権になってくるレベルかなと思います。はい、これが例えば、シルバーディビジョンでね SWCC 挑む、ブロンズディビジョンで挑むってなっても、まあ、真ん中にスコールズ1人置いておいてサイド全員で固められるチームなのかそうじゃないのかっていうところで結構、まあ、結果は分かれてくると思うんですよね、私は。って考えた時にやっぱり今の、ハリー・マグワイア、ハリー・ケインのところ、あの2人のやっぱり一番の魅力はトリニティ・ライオンハーツにおけるポストプレイヤーとハードマーカー、サイドアタック、イングランド人っていうそのメリットですよね。そこを、現在のチケットのところで妥協するのであればポール・スコールズを取りに行けると、これが私はね一番大きな、メリットだと思います。うん、なかなかやっぱりねスコールズも取ってケインも取ってマグワイアも取ってって、私結構最近ガチでいろいろガチとか引いたりしてるんですけど、そうでもしないとできないですし、やっぱね全然そんなガチャにお金かけない人とかもいますし、ゲームに課金するのもなって人もいると思うんですよね。美課金の方、無課金の方、それが決して悪いわけではないので、こういうところでねうまくスカウトさんの選手取って貫突させてポストプレイヤーハードマーカーを補って、逆にスコールズの方でスコールズ出るまでちょっと引いてみるとか、それでまあ出なかったとしてもアシュリー・コールもいますし、ジョン・ストーンズもいますし、ラッシュフォードもいますし、ラッシュフォードはプレッサーとしては必須ですし、そうやって考えたらですね個人的にはそういう引き方をする方がいいのかなと思います。そのために今回ねせっかくあの5人トリニティ・ライオンハーツ完成させられる、選手来てくれましたので、その選手たちうまく使ってね、自分のプレッサーとか、足りてないところを補ってやっていくのが一番いいんじゃないかなと思います。ってことで今回はねちょっと無課金の方ですとか初心者の方向けの動画なんですが、こんな感じで終わりにしたいと思います。私はねケイン、マグワイア、大好きですので、あまり考えずにガチャ引いちゃうタイプなんですが、ぜひぜひ、ご一行ください。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。
もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。